98年東京ドーム以来の来日。98年闘技を飾る世界最強タッグ決定リーグ戦のまさに中心爆心地。 98世界最強タッグ決定リーグ戦は大波乱の幕開けとなった。その主役は不沈艦サンハンセンと皇帝戦士ベイダー。この人がベイダーです。皇帝戦士。開幕戦まだゴールはなっていない。開幕戦ハンセンベイダー組がまず最初に血祭りに挙げたのは三冠チャンピオン三沢光晴であった。 わずか7分で三沢からピンフォール。三沢小川組ゼット棚。さらに 18日の岡山大会では世界タッグチャンピオン川田俊明田植明組を完膚なきまでに叩きのめした。 11月20日現在でハンセンベイダー組の勝ち点は4。史上最強外国人コンビの勢いを止めるのはもはや、あの男一人となった。オレンジクラッシュ小橋健太である。5.1東京ドーム大会でハンセンベイダー組と対戦。小橋はここで真っ向からパワーで渡り合えることを証明してみせた。ただ、走ったり、体を動かしたりするスピードはないと思うんですね。なるほど。さあ、取っていった。 この試合、堂々白星を収めた小橋が再びハンセンベイダー組と相まみえる時が来た。もう一度リングの宙を戻ってきた。ハンセングラウンドの展開になります。さて桃田さん、このハンセンベイダー組なんですが、三沢組も敗れました。しかも10分持ちませんでした。そうですね。そして3連覇を狙っている川田組も倒しました。そうですね。 もう勢いが、要するに試合を見ててですね、試合の内容が一方的な感じが多いんですよね。そうですね。ベイダー選手をパートナーに選んで、ハンセン選手はものすごいなんか乗ってるっていうんですかね。お互いにお互いの良さを、より以上に出してるって感じに見えますよね。そのまさに1+1が2以上になっているハンセン・ベイダー組。ベイダーが入ってきて、そして小橋を挑発して、 赤コーナーも小橋、この挑発に乗りました。江谷八王と飛び出した小橋健太。小橋コールが起きます。そしてなんといましても、この三沢組が倒れて川田組も倒れましたから、まあ日本人としてはですね、この小橋秋山組にこのハンセンベイダーをぜひ止めてほしい。そうですね、その気持ちはみんなが持ってると思います。持ってるでしょうね。これはおそらくテレビの前のお茶の間の皆さんも同じはずです。そういった意味でも、この前半戦の大一番、 小橋秋山組が一体どのようにハンセンベイダー組に挑んでいくのか注目です。そして何と言いましても、このベイダーハンセンとの絡みという意味では、小橋健太は 5.1 東京ドームでは小橋エース組とハンセンベイダー組、この試合がありました。ベイダーはそれ以来の来日です。小橋、おっと、これは日本語で小橋を挑発するようなベイダーの掛け声。 このベイダーアタックなんですが、この小橋も体は大きいですけれども、全く隠れてしまいますからね。そうですね。本当に、なんていうんですか、ただ大きいんじゃなくて、本当に肩太りっていうんですかね。そうですね。肉の塊という感じしますよね。まさに筋肉質、筋肉の、おっと、ベイダー宙吊り、ハンギング、ハンギング、そのまま落としました、小橋。そしてどうするか、小橋飛ぶか。 小橋がプランチャーです。しかしハンセンが来ました。場外です。小橋振られました。ベイダー突進かわした。しかしハンセンがいます。しかし桃田さん、この小橋もですね、
この序盤戦にプランチャーを放ってくるあたり、今日の一戦の大事さっていうのがよく分かってるんですね。それは分かってるでしょうね。要するにあのベーダー組が三沢組と川田組を破ってるっても知ってますからね、ここは絶対自分らが抑えてやるっていう気持ちはより強いと思います。そうですね、はい、しかも過去両チームともに戦った後、自分たちのファイトをする前にやられてしまったと話していました。おっと、これはハンセンとベイダーの連携を秋山がかろうじて防いでいます。戦いがちょっと今2つに割れています。秋山が叩き落とされました。リング上はハンセンとベイダー、そして小橋が残っています。おっと、ベイダーがセカンドロープに足をかけた。小橋がちょっと孤立無援だ。わーっとプレッシャーを受けた。ベイダーは170キロ、ハンセン140キロ、2人合わせて310キロであります、ハンセンベイダー組。ああ、そしてまたニュートラルコーナー、ベイダー控えている。振ってきた。さあ、そしてカバーされます。今日ファーストカバー。おっと、いやいや、開幕戦のあの三沢が7分10秒で敗れた衝撃を広島の皆さんもよく知っていますから、どよめきが起こりました。この世界最強タッグ決定リーグ戦は、今年の大会は8チームが参加しております。公式戦全28試合30分の一本勝負、 PWF ルールに従いまして、あらゆる勝ちが2点、そして引き分けが1点、負けは勝ち点0。12月4日千葉大会終了時点で上位2チームが12月5日の日本武道館優勝決定戦に進めることになっています。この今日戦っているハンセンベイダー組、小橋秋山組ともにここまでは無傷。桃田さん、このあたり優勝争いはどの程度の失点まで、これはですね、はい、もしあの7戦勝ち続ければもちろん最高なんですけれども、それはまあ可能性があるチームは1チームしかないわけですよね。と言いますと、要するにいや全部勝ち残るためには、はい、必ずそれ以外のチームは1敗以上するわけです。するわけですね、まあ、どのチーム側が全勝したとしてもですね、はい、まあそういう意味からすると1敗、もう2敗すればもうちょっと赤信号かもしれませんね。赤信号っていう感じじゃないですかね、黄色から赤にレッドゾーンに突入するというこの世界最強タッグ、まあ1敗まではチャンスあると思います。はい、はい、その中で全勝するチームはもしあるとしてもたった1チームのみ、その可能性が今一番多いと思われているのがこのハンセンベイダー組なんですね。そうですね、勢い乗っていますハンセンベイダー組。エルボーを放っていきました秋山です。もう何と言いましてもこの前半戦、このリーグ戦首位戦線を引っ張っているのがこの外国人2人、ハンセンとベイダー。ベイダーというパートナーを得て、ハンセンもここに来て血気盛ん、動きが良くなっています。これは序盤戦に1つでも、せめて引き分けでも、とにかくハンセンベイダー組を止めておかなければなりません。そういった使命も小橋秋山組は背負っているわけであります。これはもう当然この試合は他のチームにとってももうみんな気になりますからね、注目してると思いますよ、そしてこの秋山小橋組、8月に小橋がそれまで結成しておりましたゲット、エースと決裂しまして解散、バーニング新しいユニットとしてスタートしました。本格始動した小橋秋山組、その最初まず取りたいタイトルがこの世界最強タッグ決定リーグ戦です。さあ、ハンセンとベイダーのサイド、この青コーナーは非常に危ない秋山。あっとパンチだ、このブロー、あのね、これナックでなくてじゃないですよ、これナックのちょっと下なんですけど、リストのあたりですかね、あの選手、みんなにやられた選手に聞くとですね、一瞬頭ボーッとするらしいですよ。ああなるほど、それは開幕戦のミサも言ってましたね、あっとそれは叩きつけられた。そしてこのベイダーにはパワーもあります、テクニックもあります。お、そして今度はセカンドロープからベイダーボムか、ベイダーボム圧殺か、秋山さんどうか、小橋のカット。まあそれだけにこの注目されたベイダーの来日だったんですが、相手が強いということで、はい、逆に小橋選手はどうしても交えてみなければ、そうですね、気が済まない相手と話していました。小橋選手の性格とすれば当然そういうふうに考えると思いますよ。あの5月以来のチャンスが今こうして巡ってきているわけです。それにしてもこの全日本プロレスマット、あのゲイリー・オブライトが登場した時以来の、それ以上の衝撃を持って迎えられていますこのベイダーの来日。パワースラム、
これ見逃しだ。本当は2。そしてハンセンがタッチを求めていますが、ベイダーエルボーを1つ落としてもう1度片指に固めます。1回抑え込みに行きました。跳ね返します秋山です。そしてハンセンへ。このハンセンも個人としては過去世界最強タッグを4回優勝しております。しかし一番最近の優勝が1989年といいますから、今から9年も遡ることになります。まあそういった意味では、ハンセン選手がこんなに生き生きしているのを本当に久しぶりに見るような感じしますよね。そうですね、最近はこうともしますとタイトル戦線から遠ざかっていた感のあるハンセンですが、久々に訪れたチャンスと本人も考えているでしょう。この98年の冬はハンセン元気です。あっとロープからエルボードロップ、カウントは2。ここで10分を経過しました。三沢小川組はハンセンベイダーに7分10秒で敗れました。川田田上組は11分42秒で敗れました。この全日本プロレスマット世界最強タッグの中で、このベイダーハンセンのパワーに席巻されている全日本プロレス日本人陣営です。その牙城を守ることができるか。あきゃーっとフローだ。このやっぱり一発の破壊力が相当なんですね。すごいですね。あの一発見ると一瞬ここに脳震盪を起こしたような感じになると言いますからね、はい、そうしますとおそらくこのベイダーのグローはレスラーたちの耳の奥、三半規管に直撃しているんでしょう。対角線に振られました秋山、かわした。そしてローリングしてタッチ、小橋が入ってきました。小橋拳を握った。逆水平青春三倍速だ。あ、ブローだブローだ、ビッグバンブロー。小橋を振った、帰ってくる小橋、かわした。さあどうする、ファイナルボディアタック、ショルダータックルです。ショルダータックル、そしてベイダーを投げるか。相手は170キロ、完璧な落とし。そしてカバーです。山本さん、やはり日本人の中でもパワー一番の飛ばし出ましたね。そうですね、お、そして今度はブレインバスターか。うわ、これは持ち上がるのかどうか。逆水平、あっとベイダーも応戦です。けさぎりのチョップ、さあどうする、まとめて打ち込んだ。そしてロープに飛んで、あーっとベイダーアタック。このたった一発で形勢を一気に逆転するパワーがあります。本当ですよね、さあ片指に固めます。これは桃田さん、同じレスラーとして桃田さんだったらどう戦いますか。いやー、ちょっと頭に浮かばないですね。あんだけの一発の重みがある選手ってのはなかなかいないですからね。はい、まあ、そういった意味でもこの小橋百戦錬磨ではありますが、小橋にとっても未体験ゾーン突入の戦いかもしれません。ロープに振られました、ダブルのショルダータックル。小橋倒されます。小橋は今年6月川田を下して三冠チャンピオンに輝きました。田上秋山の挑戦を退けましたが、10月の31日三沢に敗れ王座転落、現在は無冠であります小橋健太。それだけにぜひとも98年は世界最強タッグの優勝で締めくくりたいところ。小橋キック、ベイダーにもキック、そして手下げりのチョップ、ローリング、リングネックメイカードロップ、そして秋山へタッチ。ここはいい流れです。小橋秋山バーニングの連携、エルボー返ってくる、ハンセンをキックして、そして秋山ジャンピングにチョップ、そして持ってくるか、ノーサンライトスープレックスホールド、カウント2。ベイダーはハンセンが捉えています。さあニュートラルコーナー、秋山に注目しましょう。膝を落とした、さあどうか、おっとカウント2。しかし三沢にも川田にも成し得なかった、ハンセンから、おっとベイダーが入ってきました。ベイダーをコーナーに振ります。ベイダーアタック、入ってくる秋山、おっとねじ捨てられた。そしてベイダーボムだ、
秋山、さあどうする、ハンセンにはラリアットがある、伝家の宝刀、これで30年以上世界のトップレスラーの夫、これは合体だ、パワーボムと合体合体、エルボー出します、ハンセンカバーに入りました、秋山返せるか、おっと返しました、全日本プロレス日本人陣営最後の牙城、小橋と秋山、あーっとラリアットのシグナル、広島サンプラザ、これはなんとか秋山意識を回復してほしい、危ない、ラリアット返せるか、返せるか、返してくれ、秋山でも止まりません、参戦全勝、無傷で爆心、大トロフィーまで最短距離、史上最速で突っ張りします、勝負タイム14分49秒、小橋秋山も敗れました。そしてこのシリーズでパートナーとしてなったのがこのバートガン、さあまず三沢が行きました、エルボー、そして小川もエルボー、小川をどうする、あ、小川を遠心力、エルボーを串刺し式、さあそして神娘で倒れているところ、三沢が来た、ランニングしてのエルボードラップ、さあ三沢が警戒している、いい連携が見られました、三沢小川組、これ以上星は落とせません、さあ捕まえた、さあどうする小川、あっとエースが来た、チンクラッシャー、あご砕き、さあどうだ、円錐命中、円錐切り、さあ片指だ、数で返します、跳ねのけます、バートガン、小川選手のいい動きですね、気合のある動きしてますね、さあ飛びついた、飛びついた、飛びついたぞ、90キロ軽量ではありますがヘビー級の選手は相手にしても引けを取りません、さあ高中と持ち上げた、うん、逆にロッキーで、あーっと脇腹のあたり、ナックルパートでしょうか、ナックルパートですね、ナックパートですね、打撃ダメージがあります、小川由成、そのダメージが残っているところにジョニーエース、青コーナーのタッチワークさえ渡っています、さあ対角線、あーっとかわした、エルボー、足を持ったぞ、円錐、今日2本目、さあそして満を持して三沢トップロープからダイビングエルボー、さあ三沢が一つ大技を出しました、ダイビングラリアット華麗です、見せます、三沢ミサール、カウント2、さあ三沢のエンジン、前回あーっとタイガードライバーの体勢だ、一気に沈めるか、返します、ジョニーエース返します、さあエルボーで弱っている、足がふらついているジョニーエース、さあ対角線に振る、振られたのがミサオだ、あーっと振り向きざま、キックで応戦、あーそしてセカンドロープからエルボー、早くも10分が経過しました、最強タッグ決定リング戦、顔面締めです、フェイスロック、顔が真っ赤になってきたジョニーエース、ガンがガンと小川、小川をリングの外に蹴散らしました、バートガン、そしてハンマーを落とせ、三沢に火がつくか、さあ試合の権利はこの三沢とジョニーエースです、三沢攻めていくでしょうかね、そうですね、もうかなりあのジョニーエース選手ダメージがあるように見えるんですけど ね、さあそしてトップロープ、ダーリンボディープレス、バートガンが来ました、間に合いました、ラリアット、バートガン逆襲、試合の権利はエースですが、バートガンがミサオをロープに振った、サイドバスター、そして合体技、クラッチン、危ない、危ない、サドラ、返した、ミサは返した、さあ、ミサはピンチだ、ミサは小川組としては、もう負けるわけにはいきません。さあエースのキックを防いだ、まずエルボーで迎撃、あーっと顔面蹴り、三沢の顔面蹴り、
新パートナー小川を伴いまして参戦した三沢。さあタイガードライバー、しかしバートランが赤コーナー来た、ダイビングのエルボー。さあバートガン、ジョニーエース、ダブルの攻撃か、三冠チャンピオン、トリプルクラウンを沈めてしまうのか、合体技だ、バックドロップとエースクラッシャー、カバーだ、小川が勝った。三沢のピンチを小川が防いだ。さあ小川、あーダブルのキック、ダブルのハイキック、三沢ピンチ、三沢小川組に黄色信号が止まってしまう。ラリアット返せた、カウント2。広島サンプラザホール、床が揺れます。さあ三沢ピッチだ、コブラタッチだ、コブラタッチ、これを食らってはいけない、外れた、おっと投げて返していった、エルボー。さあそしてバートガンにもエースにも、ガンにもエースにも、エースのハイキック、ラリアット、コブラクラッチ、モモテさん、ミサワが今のは脳天からいきましたね。いや脳天から落ちてますね今はね。そしてリフトアップ、小川、そしてパス、小川が沈みそうだ。さあそして試合の権利は三沢、まず小川を場外に落としました。三沢コールが起こっている、広島サンプラザホール、トリプルクラウンが沈んでしまうのか。トップロープに据え付けて、あーエースクラッシャー、三沢しました。いやもう本能ですね。そうですね、あジョニースパイカー、ミサワ、ミサワが沈んだ。ミサワ小川組に赤信号です。桃田さん、はい、またミサワが沈みました。本当ですね、その両チームが、あの両チームっていうか要するにエースガン組がですね、はいはい、三沢選手に完全に的を絞ってるって感じに見えますね。そうですね、後半、うん、猛烈なラッシュでしたね。そうですね、それも素晴らしいぐらいの連携プレーがですね、はい、ダブルの攻撃がものすごいタイミングが合ってるんですよね、はい、これは今後もものすごい脅威ですね。いや三冠チャンピオンの三沢が沈みまして、これで、三沢小川組は4戦しまして1勝3敗、そうですね、8点2のままです。もうこれははっきり言って決勝戦には難しいと思いますね。そうですね、一方のエースガン組はこれで負けなしですね、はい、3戦しまして3勝0敗8戦6、はい、明暗が分かれました。本当ですね。11月22日現在でトップを走るのは勝ち点6の3チーム、川田田植組、ハンセンベイダー組、エースガン組、特に外国人コンビは3戦無敗です。また11月27日盛岡大会には道の駅プロレスから米原人の参戦が決定、スペルデルフィンとグランナニワも参戦。次週の放送をお楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。